ひろみのまるっとガジュマル。皆さんこんばんは、たちゃんにはお、たちゃわんあん。台湾系 J-POP シンガーソングライターのひろみです。山水に光る美しいと書いてひろみと読みます。さあ本日12月の12日月曜日夜8時を過ぎました。沖縄は FM コザさんからお届けしておりますひろみのまるっとガジュマル、なんと2022年最後の放送となります。この番組は台湾と日本のハーフでシンガーソングライターとして活動しています。ひろみの毎月第2月曜日夜8時から9時まで皆様と一緒に過ごすひろみのまるっとガジュマル、今日も残りわずかの今年もどうぞよろしくお願いいたします。さあ今日ね、12月の12日、今日はなんと漢字の日ということで、ピンときた方もいるんじゃないかな。日本漢字能力検定協会が12月12日に記念日を作っておりましてね、このいい字一字というね、1212でね、いい字一字というね語呂合わせで、今年の漢字いつもありますね、発表が。全国から今年を表現する漢字を募集して、一番多かった漢字一文字を清水寺で発表するということで、ちょっとこの番組は事前の収録になっているので、今日ね一体今年の漢字が何になるのか、そしてね皆様にとっての今年の漢字は何でしょうか。私考えたんですね。そう、まあいろいろあったけど、いい面もいいことが特にたくさんあって、今年は私はいろいろなりたいな、やりたいなって思っていたことが叶った年でもあるなということで、叶うという字ですね、叶うという字が私今年いいんじゃないかななんて思いました。名古屋の観光大使就任したりとか、あとでね番組内でもお話ししますけど、映画の主題歌決定したりね、上映されたりとか、いろんなイベントにも新しい場所にも足を運べたりと、本当にやりたい、昔から関わりたいと思っていたことがね叶ったりして、来年はさらに飛躍できたらなって思っております。皆さんの漢字は何でしょうか。では本日の1曲目です。いろんなことが叶うのもね、たくさんの方がいるおかげということで、あなたがいてよかった、ヨニザンハオ。中文讲得不是很好，你的日文也讲得不是很好，但我们却能够心灵相通，这世界真是奇妙又有趣，只看你的眼神表情动作语气，说话不用太完美，开心时候一起笑一笑，伤心时候一起哭一哭，难过的时候也一直陪着我，是很好，夜莺沟通不好，常常吵架。哎呀，只有坏话学得真快。
暖大拥抱，不用太多。J-POP シンガーソングライターひろみベストアルバム5月雪スラッシュ海に星空好評発売中。全部入ってりゃいいんでしょ。ひろみ台湾で検索。はい、ひろみのまるっとガジュマル、今年最後の放送です。1ヶ月振り返りまして、この1ヶ月間は本当にありがたいことにお仕事いっぱいいただいて、いろいろなとこにも足を運んで、忙しく過ごすことができました。毎月このぐらい仕事入ってきたら自分音楽だけで暮らしていけるなってすごい暴露話してるけど暮らしていけるなっていうぐらいありがたいね。いやでもちょっと結構頭ぐるぐるになってね、いやこれぐらいで頭ぐるぐるになってちゃいけないななんて思うんですけども、全部お話ししてたら番組がね1ヶ月振り返りで終わっちゃいますので、ちょっと2回のコーナーに分けて3つピックアップをさせていただきたいなと。まずはですね、さっきもね冒頭でいろんなことが叶った、そのうちの一つが映画の主題歌ということで、連連東波の時にもね大変お世話になった今関明慶監督の新しい長編映画釜石ラーメン物語というね、岩手県の釜石を舞台にした、人情ものです。喜劇となっておりましたが、12月の3日に釜石のテッドという5年前にできたばっかりのすごく大きくて綺麗な立派な、建物ホールでね、完成上映会が一足早く、舞台釜石で地元の方にいち早く見てもらいたいというね監督の思いもあり、釜石で公開されて、私もその時一緒に行ってそこで初めて見たんですけれども、喜劇というだけあって笑いましたけども、それ以上に人と人とのつながり、家族愛姉妹愛こうすごく濃く描かれてて、もう序盤からねほぼずっと泣いてましたね私。はい、面白かった、すごく面白かったです。で、今回その上映会で主演の方をはじめ、連連東波でもご一緒した、リジュさんやハコさんもご一緒して、で主演の井桁さんもいらして、で私は主題歌を歌ったということで一緒に舞台挨拶をさせていただきました。みんなで一言ずつね、話したりで、連連東波の時は結構出演もあったから撮影ね体験したんですけど、今回は主題歌のみなので、私まだね釜石にその時初めて行ったので、そうなのでね、いただいた台本をしっかりじっくり何回も読んでね、で撮影中に監督からたくさんの写真が、釜石の風景写真ですねたくさんいただいて、それを見ながら想像して曲を作って、そういう話をしたりしてね、で最後に、主題歌を生で初披露ということで、映画内ではねすごい一番グッとくるとこで使っていただいてね、そうなんですよ、映像との合わせ効果素性効果もあって、すごく泣けるし、私自分の歌聞きながらボロボロ泣いてしまったんですけども、そんなね大切なシーンで使っていただいて、でも映画内ではフルでは使っていなくて、そうで舞台挨拶の後にフルでお届けしてね、
そしたらそれまでみんなでキャキャ楽しく挨拶しててね、終わったら歌い終わったら後ろ振り向いたら監督が号泣してるんですね。と思って、そう、腕の左側見たらハコさんも号泣してて、でお客様もたくさんの方泣いてて、もう私もつられて涙涙ですよ。そう、もうね、なんかね、すごく会場があったかい空気になりました。そう、なんかね、舞台挨拶で800人完売ですよ。そこでみんなが本当にステージにね立ってるみんなが涙して、それでも温かい拍手が大きくねあったり、お客さんがねよかったぞって声かけてくれたりとか、本当にこんなに温かい舞台挨拶ありますかっていうぐらいにね、温かい舞台挨拶で、本当に映画がそれくらいに温かいんだろうなっていうのがね、舞台挨拶を見た、舞台挨拶だけを見たお客様も感じ取れたんじゃないかなっていうぐらい、本当に心に残る今回初のね釜石でした。はい、今回一足早くの上演ということで、来年の春頃から岩手県中心に、上演が始まって、東京ではちょっとまだかかるんですけども6月頃というお話を、伺いましたので、私もねまた上演始まったらお知らせもバンバンしつつ、主題歌の話もたくさんして、できるだけ監督と一緒にね回れたらななんて思っておりますので、一緒に気長に来年の、全国公開まで待ってくれたらなと思います。それまでね、ちょっと心の片隅に釜石ラーメン物語楽しみだなって一緒に待ってくれたらとっても嬉しいです。釜石ラーメンもねすごく美味しかったです。また食べに行きたいなと思っております。ではでは、東北つながりでね、この曲です、海猫。
さな船に一人、大きな波に揺られて明日へ続く。はい、ひろみのまるっとが始まる。続いての振り返りはですね、この1ヶ月間で名古屋たくさん行きまして、その台中市終わってからもね、撮影のお仕事と、あともう一つはですね、名古屋でのワンマンライブ秋編もう行きました。で、今回はずっとね、まあ、東京では一番なんだろう、ひろみの楽曲をなんだろう、こう表現したいっていうのがね、表現できる編成、ドボンさんのピアノとジュンさんのニコという編成でお届けしたいなって思ってたのが叶いました、この秋名古屋で。したらもうすごくたくさん、名古屋でね、いつも応援してくださるお客様から、編成が変わるとこんなに楽曲の雰囲気もひろみさんの歌も変わるんですねとか、すごいより台湾が浮かびましたとか、たくさんお声いただいて、とても嬉しかったです。本当にこの編成で一度ね、名古屋すごくひろみを応援してくださるので、皆さんにお届けしたいなと思ってたので、そういうお声いただけてとても嬉しかったです。来年もね、頑張って、この編成でもまた名古屋ワンマンできるようにね、頑張りますので、応援よろしくお願いいたします。そしてもう一つの名古屋はですね、なんと、愛知県の刈谷市にある衣浦小学校、という学校にですね、公演の依頼が入りまして、この秋行ってきました。嬉しいご依頼ですね。学校の校長先生がね、2019年の台中市でひろみを知ってくださって、すごく応援してくれて、奥様が台湾人ということで、台湾にもすごく親しみがあって、小学校の児童みんなに台湾のことを紹介してほしいということで、歌とトークと映像でひろみと台湾ツアーというタイトルで公演に行ってまいりました。編成はドボンさんとジュンさんの2個ということで、すごくね、2個初めて聞くっていう子もやっぱもちろん非常に多くて、とてもね、皆さん感動して聞いてくれてました。楽器もね、クイズ大会なんかもしたらすごく盛り上がって楽しかった。なんかね、初めは緊張したんですよ。小学校800人の前でね、公演なんてしたことないから。で、1時間です。小学校1年生から6年生、幅も広いですよ。ちっちゃい子たちが1時間聞いてくれるかなって、飽きないようにはどうやって考えようかなってすごい考えて、飽きない編成とトークで、そのために間にクイズも入れたりして、そしたらもう本当にいい子ちゃんたちで、めちゃくちゃもう登場シーンからすごい盛り上げてくれて、なんか鍛えられた子たちだなっていうぐらい、本当に反応が良くて素直で可愛い。何々って知ってるって、知ってるとかさ、台湾行ったことある人、はいとかさ、そう、終わるんだっていう感じで、で、ノリのいい曲を多めに入れました。イーペイターで始まって、星空レストランパンパンという手拍子も完璧で、で、デラザンもちろんね、やって踊りましたよ。事前にみんなね、聞いて踊りの練習をしてくれたみたいで、完璧でしたね。そうで、バラードも聞いてくれるかなと思ったら、すっごく集中して聞いてくださって、公演が終わって1週間後かな、子供たちからお手紙が届いたんですね。800枚、おー、一枚一枚大切に読ませていただきました。そしたら、結構気球が好きですって、五月雪感動しましたとか、アンコールでは海猫をね、校長先生からのリクエストでお届けしたんですけども、海猫が好きですっていう子も多くて、あ、
もうあの子供だから明るい曲イコールとかその関係ないなと思って、そして音楽の力はやっぱりすごいなってね、ひしひしと感じるこう時間と、そしてお手紙もそうですね。で何よりも嬉しかったのがね、私あの子供たちと台湾ツアーに行くっていうのを届けに行ったのに本当に素敵なプレゼントをもらって、最後に私のチャイチェンまた会おう、子供たちがね 1,2 週間前から練習をしてくれてね、 CD 聴きながら、でそれを私と一緒に歌うということで最後にみんなと大合唱したんですよ、チャイチェン。これもね大合唱お願いしますって校長先生にね事前に言われた時に、これもう絶対もう想像するだけで感動して泣くじゃんと思って、でもねここで泣いてはいけないからさ、泣かないようにと思ってよしとってイントロ始まって、でも子供たちがさくちばしの先にって歌い始めた瞬間ですよ、うっときますよこれ、すごい耐えた、めちゃくちゃね一番の A メロ耐えました、私耐えて、そしたら泣きから喜びにね私も変わって、もうすごくのびのびと子供たちが歌ってて、もともとこの歌ねコロナ禍でね会いたい人に会えないとかそういう思いでできてね、で生きてるみんなは必ず元気でいてまた会えますようにっていう願いも込めての曲でね、で多くの方が歌ってくれたらいいなっていうことで音域も私からしたら A メロ B メロが少し低いんですね。そうでもあえてそれのキーにして、そしたら子どもたちにはすごくぴったりのキーで、で分かりやすいサビっていうのをねできるだけ分かりやすく分かりやすくっていう書いて、すごくこの瞬間のためにこの曲作ったじゃん、で私歌を歌ってきて本当に良かったなって心の底から思える瞬間で、本当にね私が与えた何百倍ももらうことになった、そんな素敵な、講演でした。校長先生、そしてねコロン村小学校学校の皆さん、80周年の記念のイベントだったんですね、おめでとうございます。そしてね何よりも児童のみんな本当にありがとうございました。今日はですね番組でぜひ皆様にもね聞いてほしいということで許可をいただいて、この日のコロモウラ小学校児童みんなと一緒に大合唱したザイチェンまた会おう、こちらのなんてね YouTube にもアップされてますので、今日聞いてねまだ聞きたいという方はぜひ合わせて聞いてみてください。ザイチェン with コロモウラ小学校の皆さん、そして、盛り上がりましたデラザン2曲続けてどうぞ。I'm not afraid of the dark.
の鐘が鳴る。二人初めて話したカフェ。おはよう一言送る。踊る指先、思い出たどる視線の先に、見たことのないモーニング。好きかな、好きだろうな。今日も動いてる。はい、ひろみのまるっとが始まるワールドワイドニュースのお時間です。台湾のニュースをお届けいたしましょう。このね、コロナ禍の3年間で日台行き来の便だいぶ減りました。チャーター便もとっても減って、この間行った釜石でもよく台湾行くんですよってお話ししてくれたお客様いて、ここからだとどうやって行くんですかって聞いて、前はね週に何回か直行のチャーター便出てたけど、ちょっとなくなっちゃって、今は仙台の方まで行かないといけないとか、福島に歌いに行った時もね、そんなような話があって、そんな中タイガーエア台湾、来年の1月に台北新潟線週2往復
出てくるということで、こんな感じでね、たくさんたくさんこの今ね本当に台湾行く人、日本来る人、またあの元のように戻ってきております。また復活して、復活するよりもさらに多くのね、便、そしていろんなとこからのチャタビ増えたらなと思います。LCC のタイガーエア台湾は来年の1月17日台北のあのタウエン桃園国際空港から新潟空港の線が、飛ぶということで、火曜と金曜の週2便午前11時に台湾出発する、折り返し便は午後4時に新潟発ということで、いいですね。このニュース見た時にね、本当にあのどん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 増えろって思いました。台湾では来年の春節、台湾のお正月、旧正月ですね、が1月の20日から、10連休が始まります。今年は1月で長い方は10連休、すごいですよ。これを機にですね、ものすごい数の台湾人も日本に来ると思います。ぜひね、日本みんなで歓迎して、日本のいろんなとこ、東京とかね、だけじゃなく、東京北海道だけじゃなくてね、それ以外もやっぱ気軽に行けるっていう、行きやすさっていうのもね、行きたいって思わせる要因の一つなので、どんどん来てもらってね、日本を盛り上げて、で逆もそうです。今私の周りはね、もうすごいみんな台湾行ってます。そう、私もちょっと来年の1月で今調整中なんですけれども、行ってね、盛り上げて、お互いがお互いに盛り上げられたらなと思います。そんなハッピーなワールドワイドニュースでした。では続いての曲です。ひろみがカバーをした曲で、僕らが旅に出る理由。それで僕は腕を
戦わないしょなのさ。ヒロミのまるっとガジュマル、最後のコーナーですね。ヒロミの中身どうなってるのコーナーということで、私に届いた質問などにお答えするコーナーで、今回はですね、ヒロミさん今年の年末年始のご予定はということで、まあ、年末年始恒例のね、年内最後のワンマンライブは12月の27日火曜日、東京大塚ライブバーマルにて決まっております。まずはね、こちらよろしくお願いいたします。年末ね、明るく終わりたいなということで、ドボンさんのピアノとかなこちゃんのパーカッションという明るい編成でお届けいたしますので、こちらご予約受付中です。12月の27日、はい、平日ですけど仕事終わりかな、仕事終わりの方、まだまだ年末年始お仕事だよという方、景気づけに仕事終わりだよという方、1年間の自分にお疲れという気持ちもありつつ遊びにいらしてくれたらなと思います。まあ、それ以外でのひろみの年末年始はですね、お休みなく働きます。下田ガイドにあるね、台湾カフェメイリーさん、年末年始働いてるスタッフさんたちみんな特にどっか行くとかないのでね。そう、私は年末年始あんまり、日本の年末年始ね、こうあんまり台湾行くことないし、金沢で集まることもちょっとなくなっちゃったので、はい、東京で暇してるという、暇してるぐらいなら働きましょうということでね、下高井の台湾カフェメイリーでせっせっせっせと年末年始働いてると思います。意外と周りのお店はねお休みするので、ちょっと稼ぎ時稼ぎ時なんですよ。そうなんです。なので東京にいる方、東京に遊びに来るよという方でね、ちょっとすることないな、あ、お店どっか空いてるかなっていう方ね、いらっしゃったらメイリーさん空いておりますので、ぜひいらしてください。お待ちしております。年始もそうですね。そう、あんま年末年始の特番も私見ない人なので、金沢でね過ごす時はもうテレビ一日中ついてるから自然と見てたけど、大体こたつでぼーっとしてましたね。そう、働きます。その代わり1月にねちょっとこうお休み取れたらななんて動いております。皆さんの年末年始はどのように過ごす予定でしょうか。さあ、今年もね、もう本当にあと 1,2,3 週間ですね。意外とまだあるね、3週間。私もまだパーティーでの歌唱なども残ってたりして、本当に今年の秋から急に、イベントもね復活してきたというのもあります。今年は特に本当に我慢のね3年間で、やっとこう大きめのイベントが復活してきて、この間
全国世界全国16カ国で働く台湾の方ビジネスマンが、東京に集合というアジア大会というのがありましてね、そこの延べ800人が、世界から集まった800人の台湾人が集まってね日本に、そうそこでパーティーもあって、こういうパーティーも開催できるようになったなと思ってね、そのパーティーで司会と歌唱させていただいたんですけど、まあ世界各地でね一生懸命働く台湾の皆様もいろいろ、日本だけじゃないよ、みんなが我慢をしたりさ、会いたい人に会えなかったりっていう中で会えてね、すっごくみんな楽しそうで嬉しそうで、そう同窓会のようなね雰囲気も出てて、そうなかなか800人をまとめる司会がなかなか大変だったんですけど、なんかねもうみんなが嬉しそうな顔を見て、あもういっか予定通り進まなくてもみたいなね、私はその司会で日本語担当して、中国担当のねアイリンさんという方とね一緒にやってて、もういっかみたいな、もうそりゃね嬉しくもなるよねと思ってさ、そう、まあ、そういうのもあって本当に来年はねもうより元のようにイベントが復活して、お仕事も復活して、私もね全国各地、今年よりもさらに、全国各地、そして台湾ですよ、帰るだけじゃなくて歌いにね、歌のお仕事で帰れたらなって思っております。そのためにはねもう今年をもうさらに、今年なんだろう、つながったご縁をね大切にして、一つ一つの本当にねどこで誰が聞いてるかわからないなっていうのが今年は特に感じました。一つのイベントで歌って一曲しか歌わなかったのに、会場で聞いてた誰かが、あ、ヒロミ応援したい、こんな子いたんだということで、じゃあここの会場でも歌ってくれない、ここのパーティーでも歌ってくれないみたいな感じで、この秋すごく広がったのでね、一つ一つの現場、会場ですね、ステージ一つ一つのステージを、しっかり大切にしてね、たとえパッと見ね聞いてる人いないじゃないっていうのがあっても、そんなことは決してないなっていうのがね本当に感じ取れた2022年なので、来年はさらにきっとね、さらに歌える場所が広がるはずっていうか、広がる、もう絶対広がる、その時にね、一つ一つの場所を大切に歌っていきたいなという目標で頑張ります。皆さんもね、引き続きひろみの応援何卒よろしくお願いいたします。一緒にいろいろな景色を見ましょう。というわけで残りも3週間ありますけども、皆さんね引き続き風邪などひかぬように、寒くもなってまいりました、暖かくして、年末年始元気に過ごしてください。心も体も温まりますようにということで、まるっとガジュマル2022年最後の曲はですね、ひろみのオリジナルの曲で手と手と手当て、
J-POP シンガーソングライターひろみベストアルバム5月雪スラッシュ海に星空好評発売中。いざよいの月は2人を照らし続ける。ひろみ台湾で検索。ひろみのまるっとガジュマル2022年最後の放送、エンディングは魔法の呪文に乗せてお届けいたします。毎月第2月曜日夜8時から9時までの放送ということで、年に12回の放送です。一番なんかあっという間に1年を感じる番組なんですけども、今年もお付き合いいただきましてありがとうございました。年始、来年の活動によってちょっとまだ決まっていないので、相変わらずねのんびりやっていきますが、 SNS で Twitter、Facebook、Instagram、やっておりますので、ぜひそちらフォローしてね、ひろみの活動をチェックしていただけたらなと思います。そして YouTube の公式チャンネルもございますので、今日ね、在地また青の小学生800人との大合唱の様子もまた聞けますので、そちらも YouTube も合わせてチェックしてください。そうそう、12月27日の大塚ライブバーマルでの、年内最後のワンマンライブも YouTube で配信があります。来年はね、配信ライブは減らしていこうかなっていう思いもありますので、どうぞ年内最後の配信ライブご覧ください。そんなわけで、さあ年始の初放送はいつですか？お、1月の9日ですね。1月9日です。次回お会いするのは2023年の1月9日月曜日の夜8時からです。皆様のね、2023年の目標などございましたら、ぜひお便りお待ちしております。お便りは FM 小座さん宛、もしくはひろみ音だよりatmarkgmail.com、 ローマ字でひろみ音だより atmarkgmail.com までお待ちしております。それでは皆様、2022年もひろみのまるっとガジュマル、本当にありがとうございました。番組終了後 YouTube、 FM 小座さんの YouTube でアーカイブ残りますので、ぜひ何度でも楽しんでください。それではまた来年元気にお会いいたしましょう。お相手は台湾系 J-POP シンガーソングライターのひろみでした。